この番組は大当たりと女の子のすっぽんぽんどちらも大好きだという視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の好きとすっぽんぽん、なんだこれ、なんだこれ。さあ始まりました、つけすぽ。はい、続いてますね。意外とね、終わんないですね。これいつ終わるか分かんないんでちゃんと見てた方がいいですよね。急に終わるんですか、バンって。終わりました。だってこんなギリギリのとこ攻めてんだから。じゃあ毎回最終回みたいな気持ちでやります。そう、もうあのしっかり噛み締めて。はい、ありがとうございました。はい、でも今俺言ってんの？俺言ってんの？そうですね、本当毎回言います。そうですね、まあ、毎回言おうか。はい、本当今までありがとうございました。本当ありがとうございました。というわけで、はい、前回ご希望通りの熟女女優さんでしたが、いかがでしたか？俺お袋にしか見なかったんですよ。でもね、もう唇を交わした中なんで。本当やめてくれ、そういうの。じゃあ皆さん、前回のシーンをどうぞ。いらねえから。え、俺から行くんですか？友のり行こう。うん、やっぱそこは男からリードしない。待ってるのよ。あ、じゃあ、ナルセとヤベのチューブも。いや、私あれ人生で一番甘酸っぱいキスでした。本当？あんなになんか触れるか触れないかみたいなミリ単位のキス初めてでした。それじゃないの、小梅とか食ってたんじゃないの？小梅？その酸っぱいじゃないです。あ、違う違う。ということでですね、はい、今回の助っ人、はい、余韻が忘れられず、ヤベ、はい、ちゃんに来てもらいました。あらよろしくお願いします。助っ人です。なんか特別な感情が。そうですね、ちょっと奈良さんに対して、はい、甘酸っぱい感じの気持ちが芽生えましたね。でも不思議だなと思ったのが、キスした後に歯磨いてました。それ一番嫌がられてるパターンじゃないですか。めっちゃ舌とかガーって上がってたから。いやもうまあなんか普通のさ、その子に見えるじゃん。まあクソギャルだから。昔ギャル真っ黒だし、髪の毛シルバーとかだったり。シルバー？ピンクとかだったり。お前引き出しすごいたくさんあるよね。そうですね。クソギャルでしょ、コスプレでしょ。はい。乳首どうだったんだっけ。いや乳首、私の乳首は見てないんですよ。見てないです。そう、私の乳首は見てないんですよ。ちょっとやべえのはちょっとまだ。ちょ、今だってキスしたばっかじゃん。キスして乳首見たらもうそういう関係っすよ。もうその先はですよ。鳴らせ、見せてもらいなさい。ちょっとだけ、ちょっとだけ。いや、ちょっと失礼していいですか。おおおおおおおポンって感じ。あら、うん、ちなみにカラーは清い感じですね。桜色？うん、桜ではないから。矢部の乳首よりももっともっと気になる今回のムフフ女優は。俺なんか噂で聞いたよ。はい、矢部のなんか妹なんじゃないかって。そう、そう、妹さんがアダルトビデオに出てるみたいで。ね、うん、そうなんですよ。はい、はい、お名前は矢部リリちゃんです。どうぞ。どこよリリちゃん。